はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、最新ピックアップガチャですね、から、使っていきたいなと思うんですけれども、今回はですね、その中でも超斬新なスキルを持っているツムを使って遊んでいきたいなと思っております。でそのツムはですね、まあ皆さんご存知ですか？使ったことありますか？ということでやっていきたいなと思います。どこにいるかな？この辺かな。あー、いた。イェンシットになります。これがねかなり特殊で、少しの間ねツムがつなぎやすくなるというところで、それだけじゃなくて、スキル中にね作ったボムが、消せる範囲がね、広くなってます。でスキルマだとね20勝強以上します。はい、ツムが詰まってた場合ですけどね。はい、という感じで、かなり特殊なスキルなんですけれども、ちょっとねこちらで遊んでみたいなと思います。でどちらかというとこのツムはスコア向けなのかなということで、まずはスコア出しをやってみて、その後54でコイン稼ぎをやってみたいなと思います。ということでやってみましょう。でボムアイテムあると、まあ間違いなくいいよね。間違いなくいいと思うんだよ、ね、それは皆さんご存知だと思うんですけど、おいおい、こんな感じですごい特殊でしょ。周りのツムが消えちゃうからさ、消去範囲がやっぱ減っちゃうんですよね。真ん中ら辺に持ってキーので、こういう風にやると逆にね、まあ、いいんだけど、あのいいんだけれどもスキルが回らなくなってしまうという懸念点があります。意識しすぎるとね。おい、17秒。難しいよなこのツム。このツムタイムホームが出るわけでもないんで、本当にどうやって使っていけばいいんだろうっていうツムっすよね。あれ4000枚いかず、しかもスコインが1077万。なんかもうちょっと伸びるかなと思ったけど全然伸びませんでした。でもまあ2000万はね、あのツムレベル上げればいけそうかなという感じでございます。という感じでね、次は54のみでコイン稼ぎをやっていきたいと思います。やりましょう。頼みます。よし、やばい下ってる気がする。うし、やっぱ消去数多い方が、あのコインは入ると思うので、そこはね意識してやっていきたいなと思います。
はい。はい、どうですか。あ、でもさ、4000枚いけそうじゃないですか。よし、いけねえわいけねえわ。はい、あー、でもやっぱフルアイテムよりかは伸びずというところです。まあ、あれだね、まあ、タイムは確かにでかいと思うんですけれども、ボムアイテムがやっぱでかいんかなっていう感じはしますが、まあとりあえず強くはないけど、まあちょっと特殊な、特殊っていうか、まあ斬新すぎるスキルなんで、まあ楽しめるかなという感じの、ツムでございました。はい、皆さんね、今回ねきっとね、はいはい、きっとね作ってる、あの手に入れてると思うので、ぜひね、使ってみてください。はい、そんな感じで今回はこれで動画を終わりたいと思います。それではバイ、チャンネル登録よろしくです。Yeah.